こんにちは荒木和弘です映画の恵みへの誓いの中で小松雅夫さんが演じている在日の印刷会社の社長金本社長が出てきますで金本社長はあの大鶴ギタンフンスルシンガンチという工作員にですね、えー、脅されてで自分の会社の社員 薬を飲ませて、えー、そして脱脂をおするほう助するわけですねで、えー、考えてみるとですね自分の会社の社員をっていうケースは原忠暁さんがそう田中稔さん金田辰光さんがそうです原忠暁さんはあのー、北海道、えー、という大阪のですね、えー、鶴橋のラーメン屋 中華料理屋に勤めてたとでこの店主がやはりあの指示を受けて原さんを騙して連れていきましたそれから田中稔さん金田辰光さんはお二人が勤めた来大という神戸の扇にあるラーメン屋ですけどもここの店主が勘隆大という在日。 でえー、これがです、ね、あの北朝鮮の秘密機関、えー、ナクトンガンという,う組織の一員であったとで、そしてこの2人を連れて、まずだまして、田中みのさんを <laughs> まず騙してウィーンに送った、えー、そして、えー、翌年、その田中みのさんにを、まあ、追うようにして、えー、金田辰光さんも東京へ向かって、そのまま。 失踪してしまったというケースですで、実はもう一つ今ですねちょっと注目しているケースもう一つなんですね、えー、静岡の掛川で失踪した鈴木清恵さんという女性がございますで、この方はあの失踪した時はご自宅の近くだったんですが、えー、数年前までですねあの京都の染物屋に勤めていました この染め物屋というのは前にあの反物事案のお話ししたときに話しましたようにこの西陣関係のですね業種というのは結構在日の業種なんですねでその染め物屋の社長も在日だったとそして警察が公安がですね目をつけるつけていた人間送電系の人間だったんですねで、えー 鈴木さんが入った時だけどういうわけだかあ1十十七人つっ,ったかなだからあの他の木に比べるとですね人数がどかっと多くなるんですねでまあこれだけでは別に何とも言えないんですねでしかしあの今まだ調べている途中なんですが同期で入った女性の方であの鈴木さんと同じように退職してからあの 家の近くに不審な男を見たと夜中にですね、えー、というような話がこの間入ってまいりましたひょっとしたらその自分の会社に勤めていた人間の中でまあ,あ選別をしていたという可能性が、まあ、あるんじゃないかなと私はちょっとそれを思っているところですでと考えると他にも当然あるわけですよね必ずね 他のケースで拉致をされた方々でその勤めていた会社あのその、まあ、店主あるいは経営者がですねそういう役割をしたという可能性はあるんじゃないかと思います。でこれについて今あの改めて調べているところですので。 もし何か皆さん思い当たることがあったらぜひ教えていただければというふうに思います。今日もありがとうございました